狭いもんな、ここは結構。うんうん。なんか最初にニスクがあって、あ、そうなんや。そうなんすよ、星間はむずい。ニスク数時間練習してできるようになったんですけど、わー、悩むな。でもキノコがあれば、はいはいはい、はい、いけるんですけど、ちょっとどうだ。ここではぁ、なんか普通に乗ろうとしたら落ちちゃうはい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 。の、まあキノコがあれば普通に全然乗れるっていう。あ、ここニスクでもいけるんや。そうなんすよ、ニスクでもいけるんすよ。わー、なんアド、アドでかそうだな。そう、あのそこ一周目アイテムを取った後に、うんうん、アイテムがその出る前にニスクできちゃうからめちゃくちゃ差つけられるんですよね。うわー、めっちゃいいな。でここか。ニスクはちゃんとなんか解説というか、どこで入力しないとか、はいはい、結構ちゃんとがっつりある系ありますね。あー、できない。あー、ここなんか、なんかキモいな。めっちゃむずいっす。いや、ちゃんとやんなきゃいけない系か。なんかすごい上手い人も、うん、何十時間やってできるようになるみたいなとこなんで。マジか。うん、なんか3年うん、マリカハイやってきて思ったけど、ニスクいくら練習しても本番できないっていう、うん、いや、そうやらん方がええなっていう精神になる。それより大事なことあるんすよ、多分。そう、うち結局去年もやんなくても勝ててたし、うんうんうん、結果やんなかったことの方が多い。本当に超簡単なやつとかはやったけど、うん、一応頭に入れとくくらいで。そう、ちょっとした角のダートを超え、ジャンプで超えるくらいは、うん、そんぐらいよな、本当に。ちょっと、ショットカーあるんですけど、一周目一応普通に走ります。オッケー。